新高島駅は神奈川県横浜市西区港未来5丁目にある横浜高速鉄道港未来線の駅である。駅番号は MM02。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである横浜都心に指定されている。構造設計は t i s p a t n ー s と横山建築構造設計事務所。 設備設計はともひさ設備計画研究所がそれぞれ担当し、施行は清水建設、奥村組、竹中土木、JV が行った。港未来線の建設開始時には当駅の設置計画はなかったが、住民の要望により計画の変更が認められ、急遽設置が決まった。そのため、着工後に設計を変更し、駅スペースを確保しており、 当駅の未相対式ホームとなっている。計画段階での歌唱は、高島駅であった。明治期、当時は、横浜神奈川間にあった湾に鉄道を通すための埋め立て工事を実施し、横浜の発展に貢献した、高島海門の功績を駅名に残し、なおかつ、横浜市営地下鉄ブルーライン、高島町駅、また、同地点に存在し、港未来線開業と引き換えに廃止になった。 東急東横線高島町駅と混同させないため、新高島駅と命名された。ホーム前日の通り、相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。ホーム有工長は8両分で、駅両端はシールドトンネルと接しているためホーム延伸の余地がなく、重量編成に対応する非常用の通路はトンネル部に差し掛かっている。改札外は地下2階、ホーム階は 地下5階で、港未来線の駅の中で最も深い位置にある、エスカレーター、エレベーターが設置されている。自動改札機は、開業時は2通路であったが、その後に乗降客が増加したため現在では4通路となっている。高島口大通り、高島口大通り林港口,口林港パーク口あたり、駅は、港未来線で唯一各駅停車のみが停車する駅であるが、過去には、 臨時列車や臨時ダイヤで運行する特急、急行などが停車する場合もあった。2020年度の1日平均乗降人員は5599人である。港未来線の駅では乗降人員が最も少ない。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。新高島駅2番出口と京急グループ本社横に設置されている。 京急部駅前のビル群港未来地区の中でも開発が遅れており、開業当時の当駅周辺はほとんどさらちに近い状態だったが、2004年、駅前にライブハウスの横浜ブリッツや、シネマコンプレックスの109シネマズなどを備えたエンターテインメント施設、現と横浜が完成。また2007年、付近に J リーグ、横浜 F マリノスのホームタウンがオープンした。 さらに2009年8月には日産自動車の本社が東京都中央区銀座から東駅付近に完成した日産自動車グローバル本社内に移転しており、その隣接地には2010年4月に富士ゼロックス R&D スクエア2012年5月に横浜三井ビルディングがそれぞれ開業している。なお、現と横浜とマリノスタウンは共に暫定施設であり、 前社は2015年に、後者は2016年に閉鎖された。2010年代半ばに入り、京急グループの本社ビルや、資生堂の研究開発拠点、グローバルイノベーションセンター、清水建設の複合オフィスビル、横浜グランゲート、大林組などによるオフィスホテル等複合開発、鹿島建設の複合オフィスビル、横浜ゲートタワーなど、駅周辺においても、 高級施設を中心とする新規開発が続々決まっており、これまで目立っていた空地もだいぶ埋まりつつある。横浜駅東口は徒歩圏であり、駅出入口付近からは横浜スカイビルや総合横浜店、横浜ベイクウォーターが見える。当駅付近のトンネルに返上が確認されており、現状でも列車の運行等に関する安全性は 確保されているものの長期的な安全性の観点から補強が必要となるため2012年8月より2015年3月末までトンネル補強工事が実施された記事本文の出展利用状況の出展ありがとうございます